では、トーナメント2回戦、大霧島 VS 大津です。明日さ、このコート使ってさ、練習できるらしい。朝の下で。聞いてる。何枚だっけ？うん。今取らんでいい？なんで？え？今取らんでいい？取らんで？ああ、取ろうかな。じゃあお願いしたい。お願いしたい。後で。うん。いや、ありがとう。ちょっと遅くしたんじゃない？やっぱり静かな立ち上がりやな。視力的にはめっちゃ。難しい。体力的には大きいし、優先もいるけど、どうなんですかね。っていう話。生産、通るか。行くんじゃないですか、これ。ここで2ゲート2球かな。行きますね。2ゲート2球作戦発動。え？慎太郎さん、行きましたね。あ、でも決勝戦は、ボールが少ない。決勝戦ちゃうわ。トーナメントや。決勝トーナメント。決勝戦なんでまた。トーナメントがボールが少ないですね。うまい。ボールの回転が綺麗ですね。天使で理にかなってるもんな、絶対。来た。うまっ。うめぇ。まあでも、向こうは2番が押さえているんで、3ゲートは2番が一番速い球なんで、あれですね。いけないんで、1番の受けですかね。追加の受け。そうなんです。パスですね。行かないですね、ここは。2番の受けに置くかと思ったけど、ここは全部行かないですね。入れ替わり立ち替わりかな、となると。入れ替わり立ち替わりっぽい。3番はまあおそらくいかないでしょうね。これね、今までこう、赤チームはほとんど3番を、上を抑えられてたんですけど、今回は抑えられてないんで、どうなるかね。これ、郷原さんはさ、あれちゃう、自由にしてるのやまない、結構。あ、連れてきたわ、そうそうそう。前な、ずっとな、2番で抑えたり、3番で抑えたりされてたからな。自由にできてなかったけど、今回はちょっと、巡りが、多分、まだ巡りがない。
番第1ゲート通過。この子うまそうやな。そう、邪魔やな。よし。来た。惜しい。すみさんがないか。ああ、これはきつい。ああ、9に行けそうですね。どっちかというと9か。通すか。通しますね。通しちゃうか。テントって逃げよう作戦ですね。大好き。全部通して、ちょっとと3ゲートいけるかな。うまい。で、まあ、通信的に言うと、6番のアウトブルだったんで、7番が強いんですね。で、まあ、得点見て分かる通り、3番、5番と取ってないんで、まあ、1の次は7が最速に、ちゃうわ。よし。いく。僕、ほんまにスパークできないんですよね。なんかもう、ボールがひっつかないっていう。多分今日合わせもほんとに見てないですね。この7が次強いんで、7番での攻めを、おそらく、チームとしては、あれしてそうですが、8は、パスしました。1拾って、7へつけて、あ、うまいな、これ。なるほど。そのために位置を通してるんですね。今3ゲートの、ね、奥の方で2番というね、打順の速い球がありますので、そこを抑えるために1の2点が必要だったんですね。だから策定したということです。おそらく。うまい。で、10番も2通貨なんで、あんまり固められないですね。一発来てもおかしくない。正直このタイミングで。あ、いい球だ、これは。うまい。おそらくね、やっぱ当てて勝ってきてると思うんですよね、この試合。うん、おそらく当てて勝ってきてる。いやー、おじいちゃんうまそう。10番第1ゲート通過。地元にうまそう。来たんちゃうこれ。惜しい。これで10番までアウトボールになると、今度こそ分かりやすくね、10番アウトボールで9番1番の連携が組めますからね。7をつければまいった。12、17つけて、12、17つけて通って、取ってどこに逃げるかな。ここに逃げるかな。3分これとか危ないね。そこしかないの、正直。3抜けでもいいか、一旦。ああ、やっぱそっちか。3.5 ですね。今回は3抜けでもよかった。まあ、3まで通したくないんでしょうね。行かない。行かない。いかんか、無理か。おびき寄せるか、これ。ああ、絶妙。行かない。行かんねえ。行かないねえ。仕方ろ。これは5出したい。
4番が2通過なんで、別に5番がね、あってもなくても変わらないということで、ああ、惜しい。珍しいですね。もうここ欲しかったかもしれないですね、ちょっと見て。26にしてきたので、まあ、8ですね。でも、8の猛攻さえしのげれば、9、1で勝てるので、1を取りたいと思うんですけど、1はちょっと取れるかな。いや、これちゃん難しいよな。急にスライディングするんかな、安定的に。8との勝負やな、これ。ストロークいく。行くな。スライディング。行くな。うめぇ9まで長い39しか通ってないんで、どっちだといいよ。状況有利かと言われるのは赤が有利になりそうですけど、点取ってる分の赤が有利かもしれない。この威力を銃でうまく処理しないとダメですね。はい、6から行ってたな。確信ある気がそやな、行きたいな。キャプテンこの人。キャプテンっぽい。ああ、行くんや。行くか。おお。ボギー満点。ああ、これはちょっとやばいかも。これはちょっとやばいかも。これはちょっとやばいかも。2だけアウトにできれば、ボウハラさんが何でもしてくれるわ。お、やばい。大丈夫か？うわぁ、完璧や。あぁ、これは素晴らしいものから来たな。痛いな俺。ここでアウトボールがいっぱいできるので、これがさっき言ったね、10番1番の連携ですね。素晴らしい。10番がアウトボールなんで、こんだけ固めても狙われる心配がないと。これがアウトボールの前後で連携するっていうことです。わかり？おーおーおー、すごっ。白的にまずいのは、何がまずいというと、4番の前にゴーハラさんという3番がいることですね。別にゴーハラさんじゃなくてもいいけど、4番の前に抑えられてるんで、結構きついかと思われます。ミルクじゃないか。ここは、まあ、4番からの攻撃を防ぐと。
小原さん的にはまだパスしたいんかな。じゃあ3か。行くか。あ、行きますね。これ当てたらラッキー。当たったらちょっとやばい。いやー、うまい。これはまずいっすね。まずいっすね。勝負が決まるかもしれへん、結構。4球アウトやし、4球か。4球アウトってことはもうほぼ赤が全部強い状況なので、10が残っているとはいえ、7番と9番の、3ゲートを通った後に狙われてる10番なんで、あれですね。厳しいですね。非常にね。で、周り置いたりしたら面白いけどな。もう勝負は早いか。ここで、郷原さんを通さないと結構きつい。絶対通らへんから、この人。絶対通らへん。で、通らんやろ、ここは。まい。でもどうするこれ。確かにな、9連携があるかと言われるのないもんな。確かに。見落とすだけ、7球の連携あるかと言われるのないのかな。こっからできるかもしれんけど。あらー、やばいかも。これやばいかもしれんな。これって教えていいんやっけ。打ち間違えて教えていいんやっけ。なんでか。バリバリ教えてないやつ今。一回別に。審判は。うん。いいかな。よかったな。さてでもどうしようかな。今いいんやって。うますぎるんやって。すみません。うますぎますわ、あんた。え？それでもえぐいし、あそこでちゃんと9当てるわけでさすがやわ。うまいわ。1枚で拾いやがって、ほんま。すごいなぁ。これくらいせなあかんのか。うわ、大丈夫かな、これ。事件起こらへんかな。あ、いい球やな、これめっちゃ。最高。最高。好きになるわ、こんな。前代未聞やな。確かにな、地芸の通る力が欲しい。ナイス。あと10か。10ですね。1コーナーに10がいるんで、この10さえしのげれば、まあ多分、うまい。いや、めっちゃいい場所なんだね。めちゃくちゃうまい。まあ、会えばね、いいんですけどね。
し。よいしょ。2つけるか4位つけるか。これで10番がどこまで頑張れるかな。送りますね。まあでも点取ってるからな。でも全然十分十分。難しいか。待ってね。マジか。うわ、うまっな、惜しいやろ、惜しい一押し。これ、何したらいいんや、銃が別に逃げてもらってたらいいんか。こんなのやな、問題は。やば、うまっ。分かんない。すごいな。合わさなしゃあないでも、合わせないと。合わさない意味ない、正直。合わしてなんぼ、合わしてなんぼ。9分か、なし。合わさない意味ない。そっち、オブのそっち、せめて80にした方がいいんじゃないですかね。せめて80にした方が。E フォース強っ。別の話してもらった。よくないぞ、これ解説しました。しゃあない。マスパークむずいんやん、ここ。決めて。あと全然それまでの頑張れ。日本期待ね、頑張って。おお、あでも素晴らしい。本気な。勝負やな。勝負吐いたな。いけるぞ。ちょっと甘いか。よく見るやつや。よく見るやつや。ないやん。え、出たもしかして。殿下の宝刀。いいかな。じゃ、右ポン。右にしめっちゃ滑ってる。マジでこの8番落ちたらちょっとほんまにきつい。8番落ちたらほんまにきつい。うまい。うわ、うまい。
8番の押したらきついな。あ、点が間に合われちゃうかな。いや、素晴らしいプレー、素晴らしい。5番が決めたらもう終わるな。決めちゃい、うまい、うまいな。走る、うまいぞ、いいぞ、頑張れ。行きかけた。出すなよ、あげんなよ、出すなよ、出すなっつったのに。いや、完璧、完璧、いいとこ。あー、決まったな、決まったな。いやでも完璧や、とどめ刺されたな。残り時間的にも点数的にもここからどんどんと順にアウトボールされていくんで、白チームは厳しいですね。いやでも結果的にはそうやな、やっぱチームさんも強かったですね、強かったですね。赤チームさんがね、普通にうまかった。スミさんがやっぱうまかったな、ちゃんと離れて7球作ってでしたからな。じゃあ解説はこの辺で終わりたいと思います。スライドできるように、スライドできるように3の前に当てないで3の前に。